こんばんは。フットボールの熱狂を余すところなくお届けします。ジョン・カビラです。大会4日目を迎えています。コナミカップトーナメント、川崎フロンターレ対浦和レッズ、決勝ファイナルの戦いをお伝えしてまいります。さあ北澤さん、ついに決勝を迎えましたね。両チームともハイレベルな試合を勝ち抜いてきましたからね。見応えのある試合を見せてくれると思いますよ。そうですね。さあ選手入場です。またこの周りの雰囲気というのも今日はもう言うことはありませんね。カメラさん。はい、どうぞ。岩本さん、今おっしゃってましたけどかなり盛り上がってますね。特にホーム側サポーターの声援がね、すごいんですよ。ああそうですか、すごいですね。そういった情報も時折お願いします。
頂点をかけて戦います。決勝のキックオフ、オープンスペースを使ってきた堀之内、激しいマークを見せます。遠目からキーパーファインセーブ。叩きます。レッド真ん中から上がっていこうというところ、大きく狙った、力みすぎたんでしょうか。さあ北澤さん、少しどうなんでしょう、遠すぎたかなというような場所ではありませんか。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。クリアしたのは米山。早くボール返したいですよね。クリアします。後ろにはたいた、プレッシャーをかけます。滑り込む、出した、抜かせません、左から行きます。ボールはタッチラインを割ります。最後に触ったのは山田、中へは、ここはよくカバー、おっと打ってきた。Esse cruzamento sem querer querendo é pro gol。さあ北澤さん、遠目から打ってきましたね。あの辺は決定的なゾーンですからね。いやしかし切り替えも早かったと思いますよ。おっとタックル、ハンドファウルです。カードが出ます。かなり激しくと言いますか、いやいや強引に当たりには行ってましたからね、取られちゃいましたね。オープンスペースを使ってきた。とここまで来た。うん、いいですね。田中回していく。いい守りを見せました。レッドドリブルで上がっていく。おっと決められない。トゥーリオ、これは危険なプレーです。なんとここでイエロー。このセットプレーはレッズボールになります。ここで上です。レッズここからの直接フリーキック、そしてシュート、弾いた、右からのコーナーキックになります。ここは集中した方がいいですね。ヘッドだ、これは惜しい。ここはなんとかクリアです。もう一度コーナーキックになります。レッドチャンスを生かしたい、なんとかクリア。拾いますね、まだありますよ。競り合った、ロングシュート、これは入れたかった。縦にボールが出て、なかなか前線で攻めあふれている様子が目立ってきているようですが、ちょっと奪われがちですよね。一人で持っていく、積極的に行きます。レッド右サイドから上がっていく、中を見ている、正面へ入れてきた。
さあ通ったぞ、シュート、外した。前半の15分を回りました。田中、必要なチェック、プレッシャーを与えます。あとホイッスルがありました。レッド、直接フリーキックを得ています。ここはなんとかクリアです。滑り込む。後ろからチェック、小さく出したのに。ここで動くか、まだ上がっていきます。きたー、フロンターレ先制点をもぎ取りました。ゴール中央へ決めた。そしてこれが大会通算3ゴールということになります。スタジアム中が大歓声で揺れています。しかしいいところで決めてきますよね。画面ではリプレイをご覧いただいています。そしてまた北澤さん、しかしこの先制、泣いてますねサポーター、まあ、ちょっと遠かったですけどね、悪い選択ではないでしょ。左へ回して、いいプレッシャーだ。決めれば同点。ポストの右、思い切って行ってきましたね。いや外れましたけどね、これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。フロンターレ今のところ1点リード。パス自体あまり通っているという印象はないんですけれどもね。まあ確かにそうなんですよね。しかし流れが切れてもそれだけ走っているという証拠ですよね。思いっきり打ってきましたよ。いやいいと思いますよ。この後の組み立てが大事になってきますよね。よく走ります。クロス上げるか、ミドルシュート。しかし北澤さん、遠目から思いっきり打ってきましたね。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。一気に出される。これは危険なプレーです。フリーキックとなります。ゴール、これで同点。レッツがっちり食らいついた。山田直接叩き込んできました。盛り上がってきましたよね。いや打った本人も納得のセットプレーでしょうね。そうですね、完璧でしたからね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。うわ北澤さん、ここで試合を振り出しに戻しました。こっからですよね。これで先に流れをものにした方が勢いに乗れるんじゃないでしょうかね。このパスは通らない。強引に行きます。中村、マルコ、さあ一人で上がっていきます。さあここに出てきたぞ、キーパーを防いでいる。なんとかクリア。さあコーナーキックとなります。おっと足を痛めたようです。痛そうですね。打ったら、
Bye, Sam. You are an amazing butterfly. I'm sorry. You know, Tom, I don't know. This heart is alive.すぐ動かないといけない場面でしょ。ここで選手交代でしょうか。そうですね、変わりますね。まあここでね、無理はさせたくないですからね。さあこれは狙ってますよ。積極的に行きます。ここスペース見つけたいですね。頭で合わせた。レッドクロスから頭で合わせました。そうですね、素晴らしい形作りましたね。手元の時計では30分が過ぎようとしています。ふわっとミドルから狙った。もったいない。今のは決めたかったでしょうね。レッド逆転のチャンスでしたが、ここはゴールなりません。競り合います。ここで奪われた。後ろからのマーク、遠目からシュート、コーナーキックになります。さあ選手の動きに注目ですね。ヘッド、ポスト。決定的なところでしたよね。レッズ絶好のチャンスでした。レッズこの時間帯から急に相手を中盤で封じてきています。パスも繋がってますよね。大事なところ狙った。大きく外れていきました。鈴木シュートを打ちましたけれども、もう打つしかないという状況だったんでしょうか。そうですね、まああの形でボールを取って速い攻撃というのがやっぱり一番の狙い目になってきてるんでしょうね。ここは叩きます。いいディフェンスですよ。ミドルシュート、これはゴールキーパーよくキャッチしました。右へ展開して、スペースを使う。折り返すか。ボールの先にワシントン、ゴール前だ。ペナルティーキックです。レッツここで大チャンスを得ました。チャンスですよ。リプレイが流れています。Pênalti para o Luigi. Tem a chance de virar. Tem a chance de virar agora o Luigi. Quem sabe? これで逆転です。ワシントン冷静に押し込んでいます。相手サポーターの大きなブーイングが湧いています。やはりここはきっちりと決めてきましたね。さあリプレイ画面が流れています。さあレッズここでまた流れを掴んでいます。まあ形としては巻き返した状況ですけども、お互い点が出てますから点差ですしね。スライディング、ステップワーク見せます。チャンスになるか。あうまいですね。右サイドから上がっていきます。中には2人いる。もっとヘッドで競り合う。
いいプレッシャーだ。積極的に行きます。行きましょう。さあ固まっている。大きく狙った。ここは大きくクリアした。ロータ今のところ1点のビハインド、追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、攻撃の流れを見る限りでは今はいいところでボールを受け取れていると思いますよ。チャンス増えてきてますからね。前半残り5分を切りました。綺麗に通りました。中央から上がっていきます。あ、カメラさん、アウェイ側なんですけど、もっとうまく左を使っていけという指示があったようですね。はい、ありがとうございます。審判が急いで向かいます。さあ、大きなチャンスを迎えます。フロンターレチャンスになります。直接狙った。バットバーを越えていきました。今のは枠を捉えられませんでした。そうですね、いいキックでしたよ。わずかの力加減なんですけどね、あとはコースだけでしたね。ここで抜けていく。ここからいった。入った、決まった。3点目。前半も残りわずか。レッツリードを広げました。最後はやっぱりこの男が長い。今大会2ゴール目。でもね、今のはうまく決まりましたね。そうですね、ご覧のように画面にはリプレイが出ています。北沢さん、しかしこの時間での追加点いかがでしょう。そうですね、これで相手もね、aos 43 minutos deste primeiro tempo。さあ、フロンターレ、これ以上離されると辛くなります。ミドルで来る、ポストの左。滑り込む。さあ、競っていく。長谷部、長谷部さん、あ、はい、どうぞ。ロスタイムが3分です。今紹介がありましたが、ロスタイム3分です。うわっと、そのまま蹴った。右へ。若干力入りすぎましたけど、長い距離でも十分に狙ってこれるということでしょうね。おっと、競り合います。味方がいないところへ流れた。素早く回している。うまく決まりました。いいとこ出ましたよ。ボールはタッチを割ります。ボールを入れるのはレッド。おお、頭で流し込む。クロスを合わせてのシュートでしたね。こういった少ないパスでうまく持っていきましたよね。レッドスペースを潰します。ジュニー、必要なチェック、プレッシャーを与えます。ミドルシュート。おっと、ここで前半終了のホイッスル。レッド調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。はい、これでね、内容として無失点に抑えていればもっと良かったんですけどね。まあ、しかしいい形で折り返しましたよね。それではこのハーフ、少し振り返ってみますが、前半18分、
ガナハ、素晴らしいミドルシュートでゴールを決めました。そうでしたね。シュートだけでなくね、積極性もありましたし、やはりなんといっても縦の力がやっぱり強かったですよね。それからもう一つ、前半34分、ワシントン PK をきっちりと決めました。そうなんですよね、決めて当然の場面ではあるんですけど、こういう PK を引き寄せられるということも重要なポイントではありますよ。川崎としては同じ攻め方ではいけないのは分かっていると思うので、次のハーフの特に序盤の動きに注目したいですね。さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えたところで3対1、レッズ2点リードで折り返しています。画面にはハイライトシーンが映っています。この後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半戦始まります。キックオフ、シュートでスタートです。いや気持ちが前出てますよね。おっとこれは流れた。おっとキーパー、ここはがっつりとキャッチします。おっとここで笛が吹かれました。これ旗上がってましたね。なるほど、旗が上がっています。練習放った、頭で競り合う。ジュニーン大きく横へ運んでいきます。コースを探している。ヘディングで跳ね返す。ジュニーン、ガナ、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一歩及びません。二人いたんでね、ちょっと危なかったですよね。一人で持っていく。遠目からいった。力みすぎたんでしょうか。今のは入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。ヘッドで競り合います。真ん中から上がっていこうというところ。後ろからチェック。うまいですね。さあ競っていく。いい位置でスローインになりました。強い。さあ固まっている。クリアしたのは山田。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。フロンターレ、ここは守備の網にかかりました。チェックが効いていました。おっとスペースに出した。あっといいですね。田中うまくコースを塞ぎます。ボールを狙った。よく止めました。キーパーは相澤。ヘッドで競る。大事なところチェックが効いていました。スライディングタックル、これはファールを取られました。カードが出ます。いやどうなんでしょうかね。大事な試合であまり無駄なファールはしない方がいいと思うんですけどね。一旦叩きます。レッド中央から上がっていく。さあいいボールが出た。手で弾いた。右サイドからのコーナーです。
ここは集中した方がいいですね。ピンチを逃れました。さらにこのクリアボールから、あっと危ないプレー。しかし大丈夫でしょうか。イエローカードもらった。さあここは起き上がりました。見ている限りでは怪我の心配はなさそうです。フリーキックになります。チェックが効いていました。クリアしてインサイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。さあ入れるか。激しいチェックが続きます。これは通りませんでした。堀之内レフリーから注意を受けています。フリーキックとなります。ここ止められましたけどね、これでいいと思いますよ。はい、いい形でしたが、ここはキーパーキャッチします。スルリコムワシントン、必要なチェック、プレッシャーを与えます。激しいチェックが続きます。これは合いませんでした。タッチを割りました。ラストタッチはサントス。ここは誰も走り込んでいません。スペースを狙う。お、いいでしょ。フリーになった。おっと、打ってきた。もう一つ。強すぎたんでしょうか。ヘッドで競り合います。おっと、これは繋がらない。中に一人いる。いったか。おっと危ない。これは入れたかった。しかし北澤さん、何でしょう、今相当長い距離を走ってきたんですよね。そうですね、積極的に行きましたよね。追加点のチャンスだ。もう少し待ってから行ってもよかったんですけどね。ヘッドで競る。スライディング。とここで奪った。大きく狙った。力みすぎたんでしょうか。いやー北澤さん、今の遠目からのシュートどうですか。あの辺は決定的なゾーンですからね。いやー、しかし切り替えも早かったと思いますよ。ヘッドでの競り合い。速攻になる。主審が走っていきます。カードです。ちょっとね、不用意に感じましたけどもね。今日の試合の重要さを考えると、こういったファウルはしない方がいいと思うんですけどね。このセットプレーはフロンターレボールになります。直接狙う。キーパーしっかり止めました。しかしよく攻めてますね。おっとタックル。もうすぐ打った。田中、今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。このスルーパスはとここで抜けていく。スルーパスを出してくる。前方へ森、中盤のプレーヤーです。競り合った。
サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。長すぎました。スライディング、大事なところ、なんとかクリア。後ろからチェック。さあ左から上がっていきます。長い、抜けてきます。味方には渡りません。いいですよ。さあ跳ね返した。さあ競っていく。遠目からシュート、キーパーパンチング。さあコーナーキック、ゴール前まで合わせたいですね。高さは十分。ここは精一杯クリアします。クリアしたのはマリコ。時計は後半の30分を過ぎています。左へ出した。ちょっと合いません。あとホイッスルがありました。レッド、ここからの直接フリーキング、ここはよく守りました。サントス、激しいマークを見せます。これは長すぎました。お互いの戦術は置いといて、ファール、今日は多すぎます。まったくですね。まあ、しょうがないんですけどね。このボールはスローイン。ミドルで来る。ポストから右へそれた。さっきのような攻撃でさらに離されると、これはもう致命的ということになります。そうですね、決められるととどめを刺されると言ってもおかしくないですからね。浦和としてはこれでいいと思いますよ。米山、これはファールです。フリーキックです。相澤、落ち着いた反応を見せました。おっと上がなりました。オフサイドですね。はい、フラッグが上がっています。オフサイドです。おっとスライディングタックル、自分で持っていく。ゴール前を狙っています。サイド攻撃を見せましたが、numa altura dessa do campeonato já vai todo mundo para ataque。E vai com o que dá, vai com o que dá。Bota cinco centroavantes ali. Vai ter que arriscar. Do jeito que tá, já não dá mais.
結構届くバスカメンチ。ここは攻めきれませんでした。カメラさん、ホーム側なんですけど、選手変わりそうな感じですね。何かこう指示されてましたよ。そうですか。どうやらベンチに動きが見られるようです。激しいチェックが続きます。ここから行った。ここまで持ってきたんですが、残念でしたね。いや、外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。まだ持っていく。パンチング。相澤、これを防ぎました。時間は残り5分。レッズ、このまま終われば優勝。ファウルを取られました。さあ、チャンスになります。セグ。こうのチャンスです。そのまま行く。おっと、今度はどうだ。これは外れた。中村、自らシュートを打ってきましたが、何かありますか。そうですね、まあ、今のようにある程度ディフェンスラインができてしまいますからしょうがないのかもしれませんね。競り合った。チョンテソ、これはファウルの判定。ここで主審に呼ばれています。おっと、ここでイエロー。いやー、どうなんでしょうかね。大事な試合であまり無駄なファウルはしない方がいいと思うんですけどね。さあ、キッカーは中村。直接来た。うわっと、惜しかった。さて、北澤さん、やや距離のあるフリーキックだったんですが、狙ってきました。そうですね、しかし今のなんかはね、1回5回渡してからでも良かったかもしれませんね。フロンターレ、このチャンスからゴールには至っていません。さあ、前に2人上がっています。いいディフェンスを見せます。ここはディフェンスされました。バットファウルです。フリーキックになります。ここ止められましたけどね、これでいいと思いますよ。はい、いい形でしたが、ここはキーパーキャッチします。一人で持っていく。これは合いませんでした。チョンテス、いい形で前へ突破を図りました。さあ、上がった。これを決めた。ゴール。諦めずに試合をね、進んでいってますよね。フロンターレ、差を詰めました。ジュニーニ、イージーの一発。もう時間はあまりありません。しかし、あと1点差。しかし、北澤さん、もう試合も終わると思います。さあ、残り時間はもうあと半分です。あと1つだ。力みすぎたんでしょうか。リードしていますが、ここは攻めを見せました。川崎としてはここは踏ん張らないといけないんですよね。主審が時計を乱しました。ベッツ、優勝は目の前にある。長いボール、小さく出した。意地を見せるか。右からのコーナーキックになります。ここは大事にいってほしいですよね。ボールが入ってきた。なんとかクリア。米山、激しいマークを見せます。ここは精一杯クリアします。3対2、レッツトーナメントを勝ち抜き、コナミカップの王座に輝きました。さて、北澤さん、結果として逆転勝ちという試合内容となりました。いかがでしたか。コンビプレーと個人プレーが非常に機能してましたよね。なるほど。
そういったところがチームにいいリズムを生み出したんだと思いますけどね、はい、さあ今日の試合の内容についてなんですが、前半23分、山田セットプレーのチャンスでしたが、そのままボールを沈めました、申し分のないキックだったんですけど、もうあの距離から決めてこられると何もできませんからね、うまくねじ込んできましたよね。そして今日の重要なシーンとなりました前半34分、ワシントンペナルティーキックを落ち着いて決めました、はい、1回 PK があるとディフェンス陣が強いプレッシャーをかけにくくなる心理も働いたりするんですよ。でもやむを得ない PK なのかどうかの判断って難しいんですよね。さあ画面には場内の映像が映し出されています。皆様にはイレブンたちの姿が見えるでしょうか。さあキャプテンにカップが手渡されます。そしてキャプテンカップを掲げました。レッツ優勝、ご覧いただいてますでしょうか。美しい映像です。見ているこちらも胸を打ちますよね。ご覧いただきましたように決勝戦の結果は3対2、レッツ見事優勝を決めています。本日の試合解説には北川剛さんをお招きしてお願いいたしました。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。Thank you.